西区は、広島市を構成する八つの行政区の一つ。旧広島市の一部で、1929年から1956年までに、広島市に編入合併された朝郡三崎町及び、佐伯郡小井町、草津町、古田村、井の口村の旧町村域が大部分を占めており、旧市内の正半部を構成する地域である。比較的古くから地化が進んでいるが、現在でも、 住宅地の間に自社が点在している状況である。また、三滝山などは、自然散策コースとしてよく訪れられている。山地河川町名人口の変遷スカイプラザ、横川役所広島西警察署広島西消防署、広島西郵便局広島西警察署以下の通りとなっている。マリーナホップ農業水産業工業、卸売業商業以下に記載する商業施設は大規模で、 広域集客力のあるものに限定し、店舗の大まかな説明も記載している。百貨店は、サテライト店舗でないもの、ショッピングセンターは、原則1万平方メートル以上としている。ただし、施設が集積しているなどしている場合は、例外的に掲載している場合もある。電力上下水道電信広島ヘリポート、横川駅西広島バイパス草津港、空港路線バス高速道路、 国道県道指導公安会の駅広島市の文化財有形文化財、建造物、広島市の文化財記念物、史跡、広島市の文化財記念物、名称、広島市の文化財記念物、天然記念物、広島市の文化財,文化財登録文化財より、ありがとうございます。